どうもこんにちは、モンブランです。これね、私の愛車のスイフトスポーツ ZC33S です。発売当初は2スピーカーでした。フロントに2つしかスピーカーがありませんでした。これまでのスイフトスポーツは全部6スピーカーだったんですけどね、しょうがないので自分で4スピーカーにカスタムしました。ところがですよ、マイナーチェンジでスイフトスポーツ6スピーカーになりました。悔しいです。マイナーチェンジ仕様に負けないように私の車も6スピーカー仕様に改造したいと思います。スイフトスポーツといったら6スピーカーをイメージしていたのですが、この方は2スピーカーでした。自分でケンウッドの一体型スピーカーを取り付けて4スピーカーにカスタムしました。現在の主要所言です。マイナーチェンジで6スピーカーになりました。純正に負けていられないので車外の6スピーカーにカスタムしてやります。今回取り付けるのはケンウッドの KFC RS173S。 これまで取り付けていた RS173 のツイーター別体タイプです。新型の RS174S が出ていたのですが、リアスピーカーを交換しないため見るからに音質が異なりそうなので旧型をチョイスしました。詳細は動画概要欄にリンクを貼っておきます。スピーカーキットの構成はスピーカー固定金具、メーカー別配線と至れり尽くせりで、これがあればすぐに作業に入れます。では交換作業を始めます。まずツイーターカバーを外します。カメラがブレブレで申し訳ない。ツイーターカバーの上側を内装外してこじります。手前に引くと外れます。上が外れたら下側を手前に引っ張ります。これで外れてきます。赤丸の部分はスナップになっています。青丸の箇所にツイーター用配線のカプラーが固定されています。このカプラーを外せばツイーターカバーが外れます。ツイーターをカバーに取り付けます。室内作業です。まずツイーターをカバーに当てがってみて、内蔵するか面付けにするか位置や角度などを決めます。角度こだわりがあると思います。私は面付け45度傾けて座った時に自分めがけて音が来るようにしました。ツイーターのベースプレートを当てがって位置決めをします。マーキングするといいかも。今回は位置を決めたらマーキングせずにマスキングテープで固定しました。ベースプレートを仮固定したら再度ツイーターをあてがって位置を確認します。ドアを閉じた時にピラーに当たらない位置にあるか確認しましょう。位置確認が終わったらネジ穴と配線穴を開けます。ドリルを使いましたが、判断ごてで溶かした方が楽で正確かもしれません。ネジ穴は π3、 配線穴は π4 のドリルを使いました。配線穴を加工する際はネジ穴にネジを突っ込んでベースプレートがずれないようにしました。左右とも加工が終わりました。キット付属の両面テープ兼緩衝材を貼り付けます。ベースプレートを貼り付けます。このあたりの手順ですが、先に貼り付けてしまってから穴加工するっていう方が簡単かもしれません。自分に合った方法でいいと思います。貼り付け完了したら付属のネジと緩み止めナットでベースプレートをネジ止めします。カバーが樹脂なのでデンドロは使ってはいけないと思います。配線を配線穴に通しツイーターをはめ込みます。ベースプレートにパッチンとはめ込み固定できます。これはあくまで RS173S の面付け固定の作業例です。購入したスピーカーによって作業内容が変わりますので、マニュアルをよく読んで作業してください。ドアの内張りを外します。赤丸の箇所にプッシュピン、青丸の箇所に隠しネジがあります。ドアハンドル部とドアポケット部の2箇所です。プッシュピンを外します。真ん中をキュッと押してやって、その後内装剥がしでこじってやると抜けてきます。ドアハンドル部のネジを外します。内装剥がしでネジカバーを外しネジを外します。ドアポケット部のネジを外します。ネジカバーは精密ドライバーのマイナスなんかでこじってやれば取れると思います。ネジカバーは取れるタイプではなくパカッと開くタイプです。
ちょっとね、うまく映ってなくてごめんなさい。内張りは気合で引っ張ると外れます。ドア下側、釣り元側から引っ張ると外れやすいです。内張りが外れたらパワーウィンドウのカプラーを外して内張りを取り去ります。本来は内張りを外すべきなんですけど、買った時にテンション上がってしまってドアに光ったりするオプションをつけまくったため外すのは面倒です。スピーカーの邪魔にならないように内張りを回転させて避けて作業しました。スピーカーの交換です。まず既存のスピーカーを外すのですが、すでに社外品に変えていたので動画は撮っていません。ドライバーでネジを外せば純正のスピーカーは外れます。ケンウッドのスピーカーは純正の緑色の固定スペーサーにそのまま取り付けできるので部品は外さずに付けておきます。スピーカーキット付属のバッフルの各穴に固定スペーサーがバッチリはまります。バッフルを取り付けるときは配線はちゃんと間を通してください。このキットだとパコッとはめてネジ止めするだけで簡単です。固定ネジは純正スピーカーを止めていたネジを再利用するので誤って捨てないように注意してください。動画内で配線について触れていませんが、キット付属の配線をカプラーに差し込んでビニールテープで固定するだけです。マニュアルをよく読んで作業してください。スピーカーに配線してバッフルに固定します。スピーカーはキット付属のタッピンネジ4本で固定するだけです。とても簡単です。スピーカーの固定が終わったら必ず音が鳴ることを確認してください。それから内張りを元に戻してください。かぶせて押し込むだけです。外した時と逆手順でネジ固定してください。ツイーターカバーを取り付けします。まずツイーターの配線にキット付属の延長配線を取り付けます。取り付けた延長配線をニッパーで切って先端の被覆を向いて撚り線を撚っておきます。今回は配線を撚っただけで組み立てしましたが、配線をはんだして撚り線をまとめておくとこの後の作業が楽になるかもしれません。車体から来ているツイーター用カプラーに配線を差し込んでビニールテープで固定します。端子が小さいので配線を直入れしました。この時撚り線をハンダでまとめてあると楽かもしれません。このカプラーに合う棒端子や平端子が見つかれば楽なんですけどね。端子が小さいため配線を差し込んだだけでキツキツです。問題なく導通し音が出ました。配線が抜ける方向にテンションがかからないように差し込んだ後に逆方向へ配線を曲げてカプラーにテープで固定すると良いと思います。絵が見にくかったので拡大して表示しておきます。ここまでできたら一旦音が出るか確認してからツイーターカバーをはめ込みます。これにて作業完了です。完成写真です。割れながらね、うまくできたんじゃないかなと思います。完成したので音を聞きながらちょっとドライブしています。下の方で聞こえていたボーカルがツイーターのおかげでね、かなり上の方に聞こえるようになって結構クリアに聞こえるようになりました。でめちゃくちゃ熱くこの時語ってるんだけど、よく考えたらまあアーティストの曲がね入っちゃうんで、ちょっと著作権上やばいから音消さないとダメだってことに後で気づきました。6スピーカーにしたらやっぱりね、全体的にこう包まれる感じがするし、もうボーカルの通りがいいし、やっぱ純正のスピーカーと全然違くって本当に良かったなって感じですね。まあ、今回の改造カスタムは非常に満足度が高くて良かったです。作業時間は全体でね、1時間半から2時間の間ぐらいでしたね。簡単でした。今回は私の愛車のフロントのスピーカーをツイーターセパレートタイプに交換しました。6スピーカーになりましたよ。純正仕様に負けません。スピーカーは車の改造パーツの中ではかなり安い部類に入ってきます。交換直後から効果を体感でき、しかも非常に分かりやすく満足度が高いです。作業自体はそんなに難しくありませんし、1時間ぐらいあれば終わりますんで、皆さんもぜひ挑戦してみてください。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またなー。